創部91年を迎える高知市の高知中学高校剣道部。高校男子は県大で33回優勝している強豪です。午前6時半、部員が武道場に集まり、体温や体調の変化を記入していきます。40人が伝統の朝稽古を始めました。声を張り上げて打ち込む剣道の感染対策とは。くぼみがありまして、このくぼみをこの面金のところに引っかかるように内側から入れます。全日本剣道連盟の方でかなりその実験をされてですね、その飛沫の度合いがすごくこう少なくなる状態で行き着いたところが今のこの形ですね。マスクを着用した上で専用のフェイスシールドをつけた面をかぶります。すごく呼吸がしづらくて練習が倍ぐらいきつくなりました。厳重な対策の理由は剣道の発声にあります。面、小手、胴、突きと声を出して一本を決めるのです。そうですね、昔から気、剣、体の一致と言われてまして、声とそれから打突とそれから体の動きとですね、これが一致して初めて一本になりますので、全力を尽くしてですね、一本打つということはやはりその一番のこう物差しになるのが声になってくると思います。面にカメラを取り付けて撮影すると、選手が至近距離で声を出しぶつかっていることが分かります。密を避けられない剣道は去年4月から練習や大会が中止に。去年の3年生は県大に出場できず引退しました。先輩たちも全国に行きたいっていう思いがあったと思うので、すごく悔しそうでした。全日本剣道連盟が定めたフェイスシールドやマスクを着用した感染防止策を徹底し、剣道部は去年6月から練習を再開させました。しかし先月、高校女子バレーボール大会でクラスターが発生。感染は拡大し、県大の開催は一時危ぶまれました。この先コロナが収まらずにこのまま引退してしまうのかなとか、やっぱ試合に出れないんじゃないかっていう不安がありました。県大に出場する選手はおととい抗原検査キットを使った簡易検査を実施。高知高校運動部の選手は全員陰性だったということです。嬉しかったし、できなかった今までできなかった分優勝してやろうっていう気持ちが大きくなりました。コロナに翻弄された1年を振り返って、やっぱ当たり前にできていることがこう当たり前にできなくなったりとかして、こうやっぱり剣道できる喜びをすごく感じました。県体の剣道は今月22日と23日に開催され、高知高校剣道部は14人が出場します。